今日は自転車のマナー向上に向けた指導強化の日で、県下一斉に交通安全の街頭指導が行われました。浜松市中区の中沢町交差点です。多くの車が行き交っていますが、こちらは県内で交通事故が一番多い交差点だということです。今日は自転車のマナー向上を図るための指導強化の日で、自転車で通学する高校生などにチラシなどが配られました。静岡県の、ね、自転車の条例ができまして、10月から、保険に入らなければいけませんので、チラシには今年10月から県の条例で自転車に乗る人への保険への加入が義務化されることなどが書かれています。無理に信号の変わり目で入ってくる車って何台かあったと思います。高校生ばかりではなくて、皆さん朝急いでますので、やはりちょっと余裕を持って、いつもより少し前に出発するっていう心がけをしてくれれば、事故は防げるのではないかなと思います。浜松中央署管内では去年、自転車による事故が525件あり、このうち137件は高校生が絡む事故でした。原因としては一時不停止による事故が最も多く、警察では今後もマナー向上を呼びかけることにしています。